そうだ、オルフェスの広告さ、すごいみんなたくさん東京の方見に行ってくださってありがとうございます。感謝。あ、明日で最後だ。首都圏 JR 駅のサイネージ、サイネージで福岡の地下鉄のところに掲載されてるのは、あさってで最後です。3月1日で、ひろなまだ地下鉄の行けてないので1日に行ってきたいと思います。新宿駅すごいよ、一斉になって日が映る。本当に嬉しい。新宿駅ってでも広いよね。ひろな出口さ、分かったことないもん、一発で。なんかお友達が東京に何人かいるので、たまにコロナとかになる前は遊びに行ってたりしたんですよ、マイルがあった時 マイルでね、寂しいじゃないですか。で、その時に新宿によく行ってたんですけど、ルミネがあるじゃないですか。で、なんかルミネの方に出たいのに、本当によくわかんないとこに出る。なんかライオンみたいな、三角のライオン、鳩がいっぱいいるところに出たいのに、なんか違うとこに毎回出ちゃって。そうで、キャリーをそこに預けたいのに開いてなかったり、迷路ですよねあそこ。だから今回自分のそのサイネージが新宿駅のどこに乗ってるのかピンときてません。でも東京の人とか怖いからさ、そんなおし、ひろなの地元みたいにさ、聞いても絶対教えてくれないから聞けないんでしょ、人に。そう。だからいつも新宿駅のなんか迷わない出口の出方みたいな検索してたけど、全然わかんなかった。でもあれ、ああいうのって5、6回行ったら覚えちゃうんでしょうね。駅員さんに聞けば、いや、駅員さんさ、怖いんですよ。東京の駅員さん怖い。本当に。これ本当に。なんかずっと前に、昔に誰かと浅草に行った。小田かな？それで駅員さんに、浅草に行きたいんです、これどっちですか？みたいな聞いた時に、え？なんか本当に「あ？」みたいな感じで言われて、浅草どうしなんだこんだかねみたいな言ったら「あっち、あっち」みたいな感じで言われて、それでひろな「もう怖いよ」って 怖いよーって言いながら小田のところに走った記憶ある。怖かった。だからそれから東京怖いです。だからひろな東京に住めない、絶対に。でもヒロの東京の駅員さんによく聞いちゃうんですけど、わかんなくて。東京の駅員さんでニコニコ笑顔で教えてくれた人一人もいない。だからいつも聞く前に深呼吸して、あ、傷つく準備できてますよっていう感じで、こっちも結構ドライに聞きます。はい。そう。でもまあそれは多分、駅員さんはもう、駅員さんからしたらなんでこんなことわかんないのって感じじゃないですか。知り尽くしてるし。しかも多分何回もそういう質問されてるから、そりゃだるいよねって思うよね。わかる。新宿に行って見てみたかった。一気に変わる。映像が変わるの。でも初日にお友達が送ってくれました。なんか久しぶりに連絡取るお友達だったんですけど、絶対見に行こうって思ってたからって言って、初日に見に行ってくれたらしい、彼氏と 彼氏とちょっとマウンド取られました、彼氏と見てきたって。ひろなちゃん、いくちゅうでちゅか。23です。
バカにしたな。